アジーンです。今日東急ハンズに行ってきたので、フェイクスイーツとスクイーズに使う材料を買ってきました。こちらの購入品を今日は紹介していきたいと思います。ただお正月前だったので、通常の売り場の一部がお正月コーナーを作るために縮小されてしまっていました。いつも置いてあったものが一部倉庫に行ってしまっているみたいで、ちょっと買えなかったものもあるんですが、今すぐ欲しいっていう材料は購入できたので、こちらを紹介していきたいと思います。買えなかったものはネットで注文しようと思っています。まずフェイクスイーツの材料、樹脂粘土のモデナ購入しました。こちらはフルーツのパーツを作るときによく使ってます。これはね、今すぐ欲しかったんです。いちごのパーツとかブルーベリーとかバナナとか足りないものがいっぱいあるので、ストックを作っておきたくて、動画に使いたいんでこちらを購入しました。フェイクスイーツって成形して数日間乾燥させなきゃいけなくて、乾燥の後に着色をして、着色が完全に乾いたら、まあ、コーティングニスを塗るんですが、スクイーズと違ってね、長いんです、一つができるまでが。なのでなかなか動画の更新頻度がスクイーズよりも下がっちゃうんですが、このチャンネルから粘土がなくなることは絶対ありません。必ず粘土のコーナーも続けます。これがねメインなんで、やっぱりねこのコーナーはやっていきます。もう一つモデナはもう一つ買ったんですけど、モデナカラー、この色はねかなりよく買ってます。このイエローオーカーはアイスのコーンとかに使うし、こっちはチョコレートとか作る時にかなり使ってます。絵の具でここまでの色に持ってくのってすごく大変なので、この2色はね本当にありがたい。あともう一つブラックもねよく買います。あと質問が多い接着剤、何を使ってますかっていう質問なんですが、あの粘土のパーツなどを接着するときは、そのセメダインのスーパー X シリーズの X2 っていう接着剤を使ってます。色味が透明のタイプ、スーパー X2 のクリアを買います。ほとんど粘土の接着はこれでやってます。ホームセンターで買うとね、ハンズで買うよりもお値打ちです。ハンズだとちょっとやっぱり高いかな。こちらはまたいつか動画でやってみたいなって思って買いました。あるものがね簡単に作れちゃうっていうものです。これもフェイクスイーツのスケルクンコート液、スケルクンでフルーツを作るときにこれを塗るとより透明感が出るということで購入しました。速乾アクリアと、もう一つずっと試してみようと思っていたこちらの木工用ボンドの多用途タイプ、こちらを一緒に買ってみました。なんでこの2つを今回買ったかというと、この速乾アクリアの成分とほぼ同じなんです。入ってるものと入っている配合がねほぼ同じなので、こっちを一回塗って作ったスクイーズっていうのはどうなるのかなっていうのを試したことがなかったので、こちら音と触り心地と硬さを試そうと思って、またね動画でどんな感じだったかっていうのはお伝えします。こっちがなかなか買えないっていう人もこれだったらもしかしたらあるかもしれないので、どうなるかなと思って、使えたらねいいですよね。ただねこっちの方がやっぱり透明感とかあるんじゃないかって予想はするんですけど、まあ、とりあえずこちら買ってみました。あとまさかのいつも使っているパジコのプロスアクリックスのアクリル絵の具が倉庫に行ってしまっているっていうことで、たまに動画に出てくるターナーアクリルガッシュのイエローウォーカーを今回は購入しました。まだ家にもパジコさんのクロスアクリックス残ってるんですけど、かなり私動画で使うので予備でね購入しておきました。イエローも購入しました。イエローもちょっとなくなりかけているんで、いつでも使えるように買っておきました。最近なかなかフェイクスイーツのコーナーが更新頻度の方がねちょっと少ないんですが、フェイクスイーツをね裏でこう準備しつつ、スクイーズの動画をどん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 出していこうと思っているので、今後もよろしくお願いいたします。冬休みにスクイーズを作るっていう方も多いと思うので、スクイーズの動画を頑張ってアップしていこうかなと思っています。あとこちらなんですが、東急ハンズのポイントが500ポイント貯まると、この東急ハンズオリジナルのチョロQがもらえます。今日も500ポイント貯まってどうしようか迷ったんですが、今日は500円分のお金を引いてもらって帰ってきました。2代目のこのね東急ハンズカーをねいただこうと思ってます。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。